女子テニスの国別対抗戦フェドハイの組み合わせ抽選が24日にロンドンで行われ、ワールドグループ WG2 部で第4シードの日本は、来年2月の1回戦でスペインとホームで対戦することになった。日本テニス協会は北九州市立総合体育館での開催を発表した。日本代表の土橋俊久監督は、メジャーな選手たちと戦えるのはワクワクする、と優勝5度の伝統国との対戦に向けて意気込んだ。